マリサ、ジュラちゃん、見てみて。ティラノサウルスのキーホルダーをゲットしたわ。霊夢、残念ながらこのキーホルダーは、カルカロドントサウルスだ。なんですって？霊夢ちゃんには見分けにくいかもね。せっかくだから今日は、カルカロドントサウルスについて勉強しよう。見分けられるようにしっかりと勉強しなきゃ。カルカロドントサウルスは、ティラノ様に負けず劣らず、とっても強くてかっこいいんやで、モンフォルムからして素晴らしい陰謀。やっぱりジュラは興奮するか。ティラノサウルスを超えるとの声もある、肉食恐竜だもんな。そうなの？どんな恐竜なのか、めちゃくちゃ気になってきたわ。ティラノサウルスと比較しながら、カルカロドントサウルスの基本情報からいこう。カルカロドントサウルスは、約1億年前から9300万年前の、白亜紀初期から中期にかけて生息していたよ。体長は約12から13メートル、体重は約6から15トンもあるの。ティラノサウルスはどのくらいだったかしら？最大全長13メートル、体重約7トンだな。ティラノサウルスと互角か、大きかった可能性もあるわね。カルカロドントサウルスは頭の大きさが 1.6 メートルもあって、ティラノサウルスよりも大きいぜ。でも、脳を囲んでいた骨である脳幹は、ティラノサウルスの方が大きいよ。カルカロドントサウルスの脳は、ティラノサウルスの3分の2、人間の15分の1程度だったってさ。頭の大きさ脳の大きさではないのか。不思議だわ。カルカロドントサウルスはその大きさから、アフリカンティレックスとも呼ばれているぞ。アフリカンってことは、やっぱりアフリカあたりに住んでいたってこと？絶対に遭遇したくないから生息場所を教えてちょうだい。カルカロドントサウルスは、現在のエジプト、スーダン、モロッコなど、北アフリカ一帯から発見されているってさ。だからもしタイムスリップしても、北アフリカに行かなければ大丈夫だよ。そういう問題じゃないと思うんだが。そういう問題よ。肉食恐竜に遭遇した時のことを考えると、私、夜しか眠れないの。夜眠れれば十分だろ。霊夢ちゃん、カルカロドントサウルスの歯には気をつけるんだよ。とっても危険な形をしているからね。へえ、ジュラも霊夢で遊ぶのはやめてくれ。話が進まないだろ。ああ、ごめんごめん。カルカロドントサウルスの歯は、縁のギザギザがとても大きくて、歯状でシワのような形になっているよ。あまりにも特徴的だから、名前の由来にもなっているってさ。カルカロドントサウルスって名前は、古代ギリシャ語でギザギザの歯を意味するカルカロドンと、トカゲを意味するサウルスを組み合わせた合成語だな。ほうほう、名前になっちゃうくらい、他の生物とは違う歯だったのね。そうだね、すっごく特徴的だから、他の肉食恐竜との選別にも使用されているよ。ギザギザが大きいだけで、カルカロドントサウルスのものだ。って、簡単にわかるものかしら？他の肉食恐竜と比べて、断面が薄い、幅がやや広い、前後方向のカーブが少ないという特徴もあるみたいだね。これらを総合して判断するんだってさ。この歯の特徴から、カルカロドントサウルスは骨から肉を削ぎ取っていたとされているよ。言われてみれば、ナイフとか刀みたいな特徴だわ。いい例えだな。カルカロドントサウルスの歯は、肉を食べることに適した形状だとされていて、捕食者の傾向が強かったと考えられているぜ。うん？ティラノサウルスも捕食者よね？でも歯の形は違う、あれ？ティラノサウルスは、獲物を骨ごと噛み砕ける歯を持っていたとされているの。だから、捕食者だけでなく不肉食者でもあったとされているんだよ。生きた生物と死骸の両方を食べていたティラノサウルスに対して、カルカロドントサウルスは、生きた生物だけを食べていた可能性が高いってことだね。ところで、よく見るとティラノサウルスよりも前足が長くない？気のせいかしら？よく気づいたな。カルカロドントサウルスはこの前足で相手の動きを止め、その後鋭い歯で噛みついて、失血させて深手を負わせていたらしいぜ。なんと、大型の竜脚類も捕食できたとされているんも、カルカロドントサウルスと共存していたとされている。ベッパキサウルスは、推定全長20から26メートルやで、めちゃくちゃ大きいんも。自分より大きい竜脚類も飼っていたのか。カルカロドントサウルスが含まれるカルノサウルス類には、暴君の巨人を意味するティラノティタンや、史上最強の肉食竜とされているギガノトサウルスなどがいるんだ。カルノサウルス類は、最強遺伝子を共有する肉食恐竜の集まりとも言われているぜ。最強遺伝子軍団、怖すぎるわね。絶対に遭遇したくないわ。対してティラノサウルスは、自分より大きな草食恐竜がほとんどいない時代に生きていたの。だから自分と同程度の体格か、より小型の獲物を食べていたよ。
カルカロドントサウルスは、大きな敵でも倒せる能力を身につけていたのかもしれないな。なるほど。体の大きさや頭の大きさ、歯の形状などから、ティラノサウルスを超えるかも、なんて言われているのね。むむ、こうおつつけがたいわ。どっちか片方に決める必要はないよ。どっちも最高。ってことでオーケーでしょ。カルカロドントサウルスは、1927年にエジプトの白亜紀層で初めて発見されたの。この時見つかったのは歯の化石なんだけど、最初はメガロサウルスの一種と考えられていたみたいだね。あら？特徴的な歯だから、すぐに見分けがつくんじゃないの？この時代はまだ恐竜の研究があまり進んでいない上に、カルカロドントサウルスという概念もないからな。歯だけで判断するのは難しかったんだろう。1931年に歯以外の部位が見つかって、カルカロドントサウルス族の名が与えられたぜ。4年の時を経て、やっとカルカロドントサウルスの誕生ね。でもね、ここで悲劇が起こったの。カルカロドントサウルスの化石はミュンヘンに運ばれていたんだけど、第二次世界大戦中の1944年、ミュンヘン大空襲で破壊されちゃったってさ。そんな、せっかく族名までついたのに、悲しいわね。この時、スピノサウルスの模式標本も同じ運命をたどっているぜ。なんとももったいないよな。戦争憎しだわ。それからしばらく、カルカロドントサウルスの化石は、ほとんど発見されなかったみたいだね。でもついに、1996年、シカゴ大学のアメリカ人古生物学者ポール・セレノによって、カルカロドントサウルスの化石が発見されたよ。明らかにカルカロドントサウルスとわかる、ほぼ完全な頭蓋骨の化石が、モロッコで見つかったんだよな。大空襲から50年以上経ってるじゃない。でも無事に見つかってよかったわ。本当だよね。今では、この時見つかった化石が模式種とされているよ。今度こそ失わないようにしなきゃね。ところで、カルカロドントサウルスとティラノサウルスは、どっちが強かったのかしら？さっきジュラがどっちも最高、って言ってただろ。みんな違ってみんないいじゃ、納得できないのか？そんなことはないけど、でも肉食恐竜ならやっぱり、どっちが強かったか気になるわ。確かに気になるよね。じゃあどっちが強かったかじっくり見ていこうか。ジュラちゃんありがとう、恩に着るわ。気になって仕方ないレイムちゃんのために結論から発表するね。ティラノサウルスとカルカロドントサウルスはどっちの恐竜も最強。何よ、その煮え切らない回答は私の期待していた答えじゃないわ。まあまあ、落ち着いてジュラの話を聞こうじゃないか。マリサちゃん、ティラノサウルスの生息年代を覚えてる？約6800万年前から約6600万年前の白亜紀末期だな。正解。じゃあレイムちゃん、カルカロドントサウルスの生息年代は？約1億年前から9300万年前の白亜紀初期から中期にかけて。あら？同じ白亜紀だけど、年代が全然違うわね。いいところに気がついたね。ティラノサウルスって白亜紀の王者ってイメージが強いけど、覇権を握っていたのは約8000万年もある長い白亜紀の中の最後のたった200万年しかないの。ティラノサウルスの仲間で考えても2000万年くらいだってさ。なるほど、ティラノサウルスの前の王者がカルカロドントサウルスってことだな。正解。だからどちらも最強であり頂点捕食者でもあったってことだね。それにしてもカルカロドントサウルスは700万年も覇権を握っていたのか。ものすごく長い期間だぜ。でも結局はティラノサウルスの仲間が勝ったわけでしょ。一体いつどうやって最強の座がティラノサウルスの仲間に変わったのかしら。交代劇の全容はまだ謎に包まれているんだけど、2021年に大きな進展があったよ。筑波大学、北海道大学などの国際研究グループが9200万年前から9000万年前の白亜紀後期の地層から見つかった化石がカルカロドントサウルスの仲間の新種だったと発表したの。でも新種の発表ってそこまで珍しいことでもないよな。この新種の何が重要だったんだ？その前に名前を、新種の名前を教えてちょうだい。新種の名前はウルグベブサウルスだよ。全長 7.5 から8メートル、体重は1トン以上もあったとされているの。ウルグベブサウルスはウズベキスタンで見つかった最大の肉食恐竜だってさ。なかなかの大きさだな。ウズベキスタンで見つかったのがポイントか？そうなの。しかも同じ地層からはティラノサウルスの仲間が見つかっていてさ、両者の共存についてはアジア初の証拠となったよ。へえ、ティラノサウルスの仲間も大きかったのかしら？
ダイナミックな戦いが繰り広げられちゃってたんじゃないの？このティラノサウルスの仲間はギムルレンディアって名前で、全長わずか3から4メートル、体重は170キログラムほどしかなかったみたいだね。ウルグベグサウルスの半分くらいしかないわね。ということは、この時代の覇者はカルカロドントサウルス類ってことだな。そういうこと。カルカロドントサウルスが生息していた時代は、ティラノサウルスの仲間はまだ小さかったの。やがてカルカロドントサウルスの仲間が北半球から姿を消すと、ティラノサウルスの仲間が変わって大型化して繁栄したんだよ。なるほど。ティラノサウルスの仲間が、カルカロドントサウルスの仲間を倒したんじゃなくて、カルカロドントサウルスの仲間がいなくなったから、ティラノサウルスの仲間が巨大化したのか。おお、今日は冴えてるじゃないか、霊夢。それで、カルカロドントサウルスたちと、ティラノサウルスたちの覇権交代はいつ頃起きたんだ？その点でもウルグベグサウルスは重要だよ。両者の共存の記録は、約9400万年前までだったの。そして大型のティラノサウルスの仲間は、8400万年前以降の地層から発見されていてさ。その間の約1000万年間は、何の手がかりもない謎の空白期間だったんだよ。ティラノサウルスの仲間が、いつから巨大化を始めたのかがわからなかったってことだな。そう、この謎の空白期間を埋めたのが、ウルグベグサウルスだね。ティラノサウルスの仲間が大型化できたのは、9200万年前から9000万年前よりも後ってことだよ。ほうほう、パズルのピースが見つかったみたいで気持ちいいじゃない。今後も新たなピースが見つかるかもね、楽しみに待ってよ。ねえねえジュラちゃん、カルカロドントサウルスの仲間は他にいないの？最強遺伝子軍団の話をもっと聞きたいわ。じゃあティラノサウルスみたいな進化をしたカルカロドントサウルスの仲間を紹介するね。お、2012年に南米パタゴニア地方北部で発見されたメラクセスギガスだな。ギガスって名前、めちゃくちゃでかそうね。全長約11メートル、体重4トン以上とされているよ。ほぼ完全な頭、腕、下半身を含むほとんど完全な状態の化石が発見されてるの。あら、それって結構珍しいんじゃないかしら？化石って一部しか見つからないイメージがあるわ。着実に古代生物の知識がついてきてるじゃないか。いいぞ、霊夢。メラクセスの骨格は、現在までに見つかっている、カルカロドントサウルス科の中で、最も完全な状態のものの一つなんだ。カルカロドントサウルスといえば、ティラノサウルスよりも長くて頑丈な前足が特徴だったよね。でもメラクセスは前足が短かったよ。せっかく前足の長さで見分けられるようになったのに、これじゃ振り出しだわ。メラクセスが商品化されることはほぼないから、その点は安心していいと思うぞ。近年ティラノサウルスは、巨大で力強い顎と、関連する筋肉が大きく進化するのと引き換えに、前足が小さくなったという考えが定説なの。メラクセスとティラノサウルスは、共に狩りの方法の影響で、前足が小さくなるにつれ頭は大きくなるという同じ進化を遂げたという説があるよ。違う系統の恐竜の前足が同じように小さく進化するなんてことがあるのね。修練進化ってやつだぜ。獲物の捕獲に関して前足から頭に機能が移転したということだろうな。大きな体に大きな頭、それなのに小さくてキュートな前足、このギャップがたまらなく好きだわ。ふふふ、レームちゃんも古代生物の虜になってきたね。次は2020年に記載された新種のカルカロドントサウルスの仲間を紹介しよう。その名もルソベナトールサントシだよ。ソルベナ堂のサトシ？ソルベ作りの名人サトシさんが発見したのかしら？そんなわけあるか。ソルベナ堂のサントシだ。違う違う、マリサちゃんまで釣られちゃってるよ。ルソベナトールサントシね、ポルトガルのルシタニア盆地で発見されたからルシタニアの下流土という意味を持つよ。約1億5300万年前の幼体と約1億4500万年前の生態が発見されているの。ものすごく古い時代っぽいけど、いつ頃なのかしら？ジュラ紀後期にあたるな。カルカロドントサウルスの生息時期よりも少し前の時代だぜ。時代とともに発見された場所も重要でさ、これまで北半球で見つかっていたカルカロドントサウルスの仲間の化石は白亜紀前期に限定されていたの。だからジュラ紀にはまだ北半球で繁栄していなかったと考えられていたよ。ルソベナトールの発見でもっと前から北半球に生息していたとわかったのね。そもそもカルカロドントサウルスの仲間ってどこら辺に生息していたのかしら？
カルカロドントサウルスの仲間は、世界各地で確認されているぜ。南アメリカ、ヨーロッパ、アジア、サハラ砂漠などだな。北半球のほぼ全域じゃない。どうやって海を越えたのかしら?2億年前の大陸は、パンゲアとして一つなぎになっていたんだよ。1億8000万年前に北のローラシアと南のゴンドワナに分裂して、その後、ローラシアもユーラシア大陸と北アメリカ大陸に分かれていったんだってさ。大陸移動説ってやつね。カルカロドントサウルスが世界各地に分散している理由としては、ポルトガルとスペインを含むイベリア半島が、重要な中継点になったのではないかと言われているぞ。ほうほう。確かにここを通れば、いろいろなところに行けるわ。ルソベナトールは、イベリアを通って世界中に移動し、各地の覇者となったのかもしれないね。考えるだけでワクワクするよ。大陸移動のおかげで、恐竜たちが様々な場所で発見されるのは、とてもロマンがあるよな。うんうん、今回もロマンあふれる楽しい生物だったわ。まだまだ面白い古代生物はいっぱいいるよ。もっと知りたいって人は、ぜひ入部してね。